ちゃこんにちは。どこの泳ぎに、まあ、入り方っていろいろあるじゃないですか、まあ、そうですね、今日はね、あの平泳ぎから入りましたけど、そうそうそう、あのさ、はい、この前あの直木マンション見てたら、うん、なんか僕の真似をしてくれる人がいるんだよねって入り方、うん、こんにちはってそれを言ってくれたんだよ。それ俺のことかどうかわからないけど、もし豊さんのことだったら嬉しいですよね。意識してくれてるという。あ、しかも見てくれてるとか。いや、見てくれてるが、まあ書き込みであったんじゃない。あ、真似してましたよ。ああ、もう、まあ、向こうはもうすごい雲の上の人だから。こんにちは。はい。こんにちは。こんにちは。って入る人がね。いや、俺はファンで見てるんだけど。あ、そうなんですね。じゃあぜひ真似していただきたいですね。今度なんかエールの交換みたいに。あ、そうだね。向こうね、はい。まあエールといえば。エールといえば。佐藤から。なんか来たよね、めんどくさいことするなあいつ。挑戦状が来ましたね。挑戦状来たな。そうですよ。左バッターはなぜ左を打ちにくいのかっていう。そう、あ、左ピッチャーをね、ピッチャーは、うん、対あの左バッターは左ピッチャーをなぜ苦にするのかとか、うん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 、そういうことだよね。そうですね。で、その先にどうやったら打てるのかということだよね、はい、どういう感覚なんだっていうことをまず知らないとさ、まあ、説明はわからないと思うんだけど、まあ、例えば、こう席変わってこう左バッターやな、いいか、こう来られるのとこう来られるのとどっちがやるか、私こっちが嫌です。そう、そうだよな、なので近い感じがするでしょ。近くてスピード持って来られる気がする。そうでしょ、はい、こっちは右ピッチャーだとしたらこう来るの、遠い、左同じインサイドのこう来られるのとどっちがいい。こっちが嫌です。早く感じるでしょ。早いです。そういう感覚が左対左にはあるの。あ、そうなんですね。そうそう、だから懐にこう入ってくるボールっていうのは嫌だけど、はい、このまま直接まっすぐバンと入ってこられるのは嫌でしょ、うんうん、あのバットすぐ出したくなりますね。そうでしょ、うん、だから左対左の待ち方って、はい、インサイドってあんまり待たない。あー、わかりますね。わかるでしょ。わかります。待ってたら打てない。だから、まあ、例えばこうなってて、はいはい、こっちにこう行かれるとどう、遅くなる感じがする。します。そうでしょ、うん、そういう感覚が左バッターにはある。あ、これって右バッターにはないんですか、こういう感覚。だから感覚はあるけども、はい、これは小さい時から右打ちでやってる人って右が圧倒的に多いから、うん、そういう感覚が芽生えてる。あ、でも左対左で、はい、じゃあ子供の頃左対左の練習してるかって言ったらほとんどしてない。ピッチャーが左が少ないからってことですか、うん、そうそう、だから感覚的にこういう感覚かこういう感覚かっていう。そうなんですね、うん、あ、分かりました。分かるでしょ、はい、だからその感覚が育ってないということが一つと、はい、佐藤がこう立ってさ、はい、こうやって打てるじゃないか、こうやって打てるじゃないかって言ってたけど顔までそんなこと言ってたけど、佐藤はこうなったらもうね、ポイントがもうものすごく遠くになって、はい、当たらない感覚になるんだ。だから触れないんだよ。だからなんかその体が泳いでも流し打ちみたいにこうやってできるじゃないかって言ってたけど、はいはい、それは開いたらもう遠くてバットとボールの接点を失うんだよ、ポイントが、はい、やっぱポイントは掴んで打たないと振れないんでしょ、バッターって、はい、振れないんだよ、うん、だからこれを開かないでセンターの方向にこう体が前に出るかもわかんないけど打てればいいんだよ。ああ、そしたら当たるんだよ。だ、開いて打ってるわけではない。開いて打ってるわけだよ。あれ開いて打ったらどうなっちゃう。届かない。届かない。届かないし、当たる感じがしないからバット振るのやめる。あ、途中でやめるだから右バッターっていうのはファーストが向こうにあるでしょ、はい、打ってこう正面の方にある、はい、ありますね。だから体重がこのこう足だとしたらさ、はい、この体重がつま先に乗りやすいんだよ、うんうんうん、ファーストに走らなきゃいけない。はい、そうですよ ね、でも左ってファーストは背中にあるから、はい、かかと開いたらかかとに体重が来ちゃうんだよ。あ、ちょっと走れないですよね。打てないし、走れるんだけど打てない、バットが振れなくなるんだ。だからバッターで一番大切なのは、はい、つま先に体重がいかに乗ってるかな、はい、ね、左ピッチャーの時も、うんうん、でもこう、はい、構えて、はい、こっち見て、うん、こっちから来られると
こうやってならない。なります。今なった。こっちからなんか全然でしょ。全然こうやったらなるでしょ。なる。一瞬こうなる。だから一つには怖さっていうのがあるんだよ、バッターの中に。ああ、そういうことなんですね、うん、だからそういうことでやっぱ打てなかったり打てなかったりするんだよ。はい。だからこうやって手振ってもらえれば分かると思う。これそれが遠くだから、はい、まだ距離があるからまだ、うん、いいけども、はい、でもこっちの方が早く感じるでしょ。もう、うん、すごい早く感じる。だから左の150キロなんかインサイド投げられたら打てるしない。しないですね。しないでしょ、うん、でも右でこうやって150キロ来てもなんとかなると思うでしょ、うん、あとはバットの出し方だから、ね、打てるようになるの、はい、やっぱねかぶってくる、うん、ドアスイングってよく言うじゃん、はい、こういう風な感じで打ってくる、振ってくるようなバッターは絶対左ピッチャー打てない、うん、内からこう抜いてあげないと、うん、あ、そうなんですね、うんうんうん、じゃないとインサイドはファールにならないし、はい、ポイントが悪かったっても、うん、前に飛んじゃう、こうやって出したポイントが詰まって、はい、だから内からこう拾うように打つと、はい、打てるようになる。あ、右と左違うんですね。違う、まあ、右バッターは少々バーンとヘッドが返っても、はい、なんとかなるの、うんうん、なんとかなるんだけど、とにかく左は内からこう吐き出すように感じで打っていかないと打てない、うん、カーブも拾えないし落ちるボールも拾えなくなる。まあ基本だけどね、これは内から出していくっていうのは右も左も一緒なんだけどさ、よりそれを考えてるとどういうことが起きるかっていうと、体が開かずに打てる。振ろうとしたら体が開くでしょ、はい、内からってなると開かなくなるから、うん、だから内から引く、そういう打ち方をすると、はい、里崎さんいいですよね。こーら打てないから、佐藤あった。あとこれで、だから右は絶対こうなんないでしょって、左もなったら打てないから実は逃げれるじゃないですかって。逃げれないっつう、逃げてないっつうね。まあそれと袴田に一言、はい、右投げ左打ちやつの俺はそのぐらい覚えとけっつな、袴田なんだろうな、ほんまに。さあこれで投げましたけど、うん、これに対して里崎さんが納得してくれるか。ただもう一つあれだったよね。あ、井上さん、いや、ドラフトにかかるんだったら、うん、今、うん、右か左かどっちがいいかみたいなことも言ってたけど、はい、俺も佐藤と一緒で、はい、右バッターがいいと。今右の長距離がこれね、はい、まあ、長距離というよりも左バッターってさ、どういうボールに苦しんでるかというと、はい、やっぱカット系なんだよ、うん、ここにカットを投げられてツーシームで外に落とされる、うん、これが一番嫌なんだよね。それかもうツーシームでファウルを取られてカットで攻められるっていうのが、うん、カットってもう詰まるんだよ左って、はい、まっすぐに見えちゃって、うん、で出していくとちょっと曲がって詰まるというさ。だから傾向として最近は左バッターよりも右バッターの方がリズム残ってる、長距離砲というよりも、はい、だから首位打者は去年の鈴木誠也も右だし、はい、宮崎も取ってるしみたいな、うん、結構右打者の方が打つ確率が上がってきてるんだよね。あ、傾向が。じゃあまあ一時期はその左バッターが重宝されて、まあ例えばポンと三遊間足の速いやつが打って、うん、三遊間の深い位置だったら大体内野安打になるとかさ、はい、そういうので率っていうのは残ったりとかいろいろしてきたけども、うん、だけどやっぱ佐藤が言うように右バッターの方が多分率は残ってくるし、まあ率が残るということはイコールホームランも増えてくるんだな、うん、だからそういう意味では指導者も、はい、無理やり左がいいとかさ、はい、そうじゃなくて、あとねバッターって効き目があるんだ。そうですよね、うん、右なのか左なのかって、そうそう、ね、あるでしょ、はい、だから俺絶対左なんだよ。利きは左目なんですね、うん、俺ゴルフやるじゃない、はい、で距離計を持つ時絶対左で見るの。右じゃない、右だと気持ち悪い、右だとできない、左で必ず見る。あ、それってやっぱり左じゃない、ああ、そういうことなの。それで合ってる、いや合ってると思います、うん、そうですよ。でしかも豊さんは
あの右利きですけど、ちっちゃい時誰かに強制されて左バッターとか左打者になったわけじゃないんですよね。そうそうそう、俺もう自然に最初から左だったから、うん、プロ入って初めて、うん、お前右で打てないかっつって、小さい頃右で打ってた子供も遊びであるから、うん、いや打てますよなんて言ったら、うん、結構やっぱ右の方がパン打っていくとパンチ力があったかもね。左よりも、いやだから佐藤が言ってたように、こっちがパンチでバーンと打てるからです、はい、だけどやっぱこう率を残すんだったらこうリードというかさ、はい、コンタクトする上で右手の方が役立ったかな。さあ佐々木さんは納得ね、はい、していただけたら納得しろよお前いやこれ納得しなかったらまた来ますからね。また来るもう往復です。もしたら片岡に投げとくか。そうですね、次は片岡さんにお願いします。はい、はい。